最近ですね。ここはもうここマンタのようなマンタのようなこの広背筋が欲しいね。今日はボディビルの日だから。カメラを向けると突然肉体をアピールしてきた。どう？すごいですね。つまりめちゃくちゃいけるね。男性ホルモンを分泌させる強いオスになろうじゃねえかっていう、そういう意味です。競輪選手佐藤慎太郎44歳。1番佐藤慎太郎、佐藤慎太郎差し切ったゴールイン、通算400勝達成のゴールです。通算400勝以上、総獲得賞金は13億円オーバー。24年目を迎えたベテランレーサー、競輪選手およそ2200人の中でわずか9人にしか与えられない最高ランク SQS 班に選ばれたトップ選手。競輪に対しての熱い思いっていうのを誰よりも強く持っている選手、非常に刺激をもらえる大先輩だと感じています。他地区だろうが同地区だろうが、こう自分のできる仕事は全部やるっていうタイプの人かなって、すごいその走った時のなんか情熱をなんかものすごく感じたりします。誰よりも競輪を愛する男は昨年衝撃の走りを見せた。天ライト真ん中4番佐藤慎太郎、佐藤慎太郎バックを抜いた、並んでゴール。4番の佐藤慎太郎が競輪最高峰のレース、グランプリで優勝。今年は前人未到、最年長での連覇に期待がかかる。しかし今年グランプリまで2ヶ月を切った10月の時点で優勝0回、どうしても勝てない。まあ、正直本当にこう焦ってますよ。もう親父だからさっさと、もうちょっとスピーディーに強くなんない、どんどん肉体が衰えていってしまう、時間がないですよね。44歳、肉体の衰えを感じている。もう体の限界が近づいているような気がします。それでもなぜもがくのか。なんで、なんでって勝ちたいからだな、やっぱり。競輪人生をかけて戦う佐藤慎太郎44歳、グランプリ連覇への思いに迫った。10月28日、沖縄県中部に位置する中城村。季節は冬に変わろうとしていたが、この日の気温は30度と汗ばむ陽気。福島県出身の佐藤は競輪選手会福島支部に所属しているのだが、10月から3月までの半年間はここ沖縄で過ごす。朝7時佐藤の自宅を訪ねた。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。寝起きですか？寝起き。競輪選手佐藤慎太郎、寝起きでちょっと不機嫌な彼についていくと。失礼します。おはようございます。変わるのは洗面所ではなくてここです。これ酸性水が出るんですよ。台所の水は酸性水とアルカリ水が選べる浄水器がついてるんで、朝は酸性水が肌がいいって肌にいいって浄水器のメーカーの方が言ってたんで、やっぱねお年頃なんで肌を持って酸性水で顔洗ってます。でも確かに酸性水はさっぱりするような気がしますよ。こだわりの酸性水を浴びて一日が始まる。前肌年齢測ったら28歳って言われたんで。はい。
何の番組ですかこれ。冬場、沖縄に拠点を置く生活は今年で9年目。しかし、なぜ？とにかく僕は寒いのが嫌いで嫌なんですよ。もう福島の10月ぐらいになってくるともう朝晩ヒヤッとするじゃないですか。もうその時点でね、なんかこう早く沖縄に行きたいなっていう。生まれも育ちも東北福島だが、寒さが大の苦手。朝10時、車で向かったのは自宅の近くにあるトレーニングジム。佐藤はかれこれ7年間このジムに通い続けている。少し年季が入っているが、人の出入りが少なくトレーニングに没頭できる居心地のいい空間。おい起きろよっていう起こす感じです。ちょっと筋肉をもう朝だぞと。筋肉にモーニングコールを済ませ、おもむろに60キロのバーベルを担ぎスクワットを始めた。次第に重さを増やし100キロ。そして130キロ。最大190キロまで担ぐという。短い休憩を挟みながらおよそ1時間半筋肉をいじめ続ける。このハードな筋トレを24年間続けてきた。肉の鎧、肉の鎧をつけるようなイメージですね。佐藤が肉の鎧をまとい続ける、その訳は。今日はボディビルの日だから。まあ、僕そんなにね、身長が大きい方じゃないんで165センチしかないですから、これが175とか180の選手と戦うとなると、どうしても太くしないと筋量自体は少ないですよね。なので、まあそういう気持ちでちょっとでもこう筋量を増やしてパワーをつけて、でっかい選手に負けないようにっていう気持ちで、まあそういう風な自分の独自の理論でここまでやってきました。それが佐藤イズム。まあ佐藤イズムって言ったらかっこいいね。それが佐藤イズムだよ。もらっときましょうそれを。佐藤の身長は165センチ。他の競輪選手に比べると低い。佐藤のまとった肉の鎧は大きな選手に負けないための唯一で最大の武器。もう時間がないですよ。あと8ヶ月しかねえよ、来年の夏まで。ビーチ行くにはやっぱ肩の筋肉鍛えとかねえと、はい、厳しいトレーニングの中でも周りの人を楽しませる気遣いを欠かさない。翌朝、バンクを使った本格的なトレーニングに同行した。はい、さい、よろしく。よろしくお願いします。沖縄に冬場来た時にお世話になるヤンギ君です。練習パートナー。あれ、沖縄って競輪場？競輪場ないですね。ですよ。ここが競技場でバンクです。実は沖縄には競輪場がない。県が所有する自転車競技場を借りて、おっしゃっす、練習を行っている。福島支部に所属する佐藤はこの競技場を一人で使うことはできない。地元沖縄の選手と一緒に練習することが使用するための条件だ。日々練習を共にする彼らに佐藤のことを聞いてみた。やっぱり競輪に対する姿勢はやっぱりちょっとすごいものがありますね。いや、もう一日中やっぱそのこと考えてますよね。どうすれば強くなるかっていう。
まあ、憧れの先輩ですね。やっぱ沖縄のやっぱ若手は多分みんな慎太郎さんに憧れていると思います。はい、まあ、実際のところ本当に刺激がやっぱり大きいので、やっぱ自分も上に目指そうという気持ちが強くなりましたね。マラ駅、まあ、S 級取れて、まあ、しっかり戦えるように、まあ、これからなれるといいなと思います。おぉ S 級か、ヤニすごいよ。後輩からの信頼も熱いようだ。沖縄の選手だけではなく、全国の競輪ファンから熱い信頼を得ている佐藤のレーススタイルは、追い込み、ラインを組む選手の後ろを走り、ゴール前で刺す。佐藤慎太郎刺し切ったゴールイン。佐藤慎太郎刺し切って通算400勝達成のゴールです。佐藤はこの追い込みというレーススタイルにある信念を持っていた。まず第一には離れずについていくこと、それがまあ絶対条件ですよね。あとはまくってきた選手をしっかりブロックして弾く、止める。そして前の選手がもう体力がなくなってスピードが落ちてくるところをなるべく後ろを牽制しながらしっかりと2着までに残して抜く。これが容赦なく抜いてしまったら、この選手はもう体力が残ってませんから、5着、6着、7着になっちゃうところをギリギリまでかばってバシッと抜くっていうのが僕はかっこいいと思ってます。佐藤が考える追い込みの絶対条件、それは先行の選手に離されずついていくこと。脇本から番手3番の、そのためには極限まで自分を追い込む。デビュー当時から20年以上続けているバイクを使ったトレーニング、自分の前を走るバイクを先行する選手に見立て追いかける、まさに本番さながら、これで自分の限界に挑む。バンクを3周目のタイミングでバイクは70キロまで速度を上げた。330メートルのバンクを全力でもがく。バイクから絶対に離れない。まあ、やっぱり前にいるものを追いかけていく、自分一人じゃ出せない力を前にバイクがいてちょっとでも風よけになってくれることによって出せるっていう、限界を超えるようなそういう風な練習ですね。はい、一本走ると30分の休憩を取らざるを得ない。肉体を極限まで追い込むトレーニングだ。はあ、追い込めた感じですか。まあそうですね、出し切れましたね。一息ついたところでカバンの中から取り出したのはスマホ。これ別に今ツイッター打ってるわけじゃないですよ。あ、ツイッター打とうか、密着されてるっつって。体を休ませている時間を利用して最近ハマっているツイッタータイム。密着されてるよ、ガハハ。佐藤はほとんどのツイッターで文末にガハハとつぶやいている。これガハハってなんか理由あるんですか。ガハハ楽しく行こうよみたいな感じっすよ。特に意味はないです。
ファンからの反応はなぜだか好評だ。よっしゃ。休憩を終えると再びバンクへ。この日はこのバイク誘導を3本。持てる力を出し切った。センキュー、ありがとう。そして全身の筋肉をいじめ抜いた後には欠かせない佐藤のこだわりが。そして今は、これは何度も昨日から言ってますけど、練習とプロテインはセットだから、これを飲み終えて初めてトレーニングが終わるという感じですよ。ここで午前中の美はフィニッシュ。良質なタンパク質は筋肉を育てる。全ては勝負で勝つための佐藤のルーティーンだ。4本目出し切ってんな。この日3リットルのプロテインを飲み干した。終わりました。昭和51年、佐藤は東北福島で産声を上げた。幼い頃から自転車に乗ることが大好きだった。平凡なサラリーマンだった父親の唯一の楽しみが競輪。父親から競輪選手を目指せといつも言われていた。お前は実力で稼げる世界に行ってほしいみたいな風に親父にずっと言われてたんで。競輪選手になるのは父親の夢でもあった。そして佐藤が高校2年の夏の終わり、転機が訪れた。佐藤が競輪選手になりたいと決意したレース。当時スター選手だった25歳の神山雄一郎が初めて G1 を制したレース。高校生の佐藤はこのレースを父親と共に競輪場の中で見ていた。神山さんの表彰式も金網越しに見たりとかしてるんで、ああかっこいいなっていうふうに思いましたね。神山さん、圧倒的な強さ、神山の勇姿が佐藤の心に焼き付いた。そして2年後、夢と情熱を胸に抱いた佐藤は体一つで競輪の世界に飛び込んだ。家族やファンの期待を背負って走る佐藤は順調に成績を上げていった。そしてデビューから7年、佐藤26歳の秋、 G1 全日本選抜競輪で念願だったビッグタイトルを取った。だから初めて G1 取った時なんかも、全日本選抜取った時も妹が電話予報して、親父泣いてたけどとかって言って、あ、そう、それぐらい嬉しかったんだろうななんていう話をしたのを覚えてますね。まあ俺よりも嬉しかったんじゃないですかね。その後佐藤の勢いは止まらず、4年連続でグランプリに出場、トップレーサーの地位を固めた。佐藤にとってはまさに絶頂期。競輪選手としても脂の乗った31歳の春、突然絶望の淵に突き落とされる事件が起こった。あるレースで落車した佐藤は、競輪選手にとって命ともいえる足首を骨折。くるぶし、骨でしょ、くるぶしって、はい、これがバキって取れたんですよ。
なので足首が動かせなくなりましたね。やっぱ足首の骨折っていうのはちょっと競輪選手にとっては致命傷なんじゃないかなっていうふうに自分でも感じましたから、復帰できねえんじゃねえのみたいなこと医者にも言われたし。怪我は想像以上にひどかった。佐藤の競輪人生はこれで終わり、そんな風評が飛び交った。もう慎太郎はダメだな、もうダメだなみたいな。まあでもそうですよね、やっぱトップで走ってた選手がちょっと調子が悪くなってくるとそういうふうに言われるのは当然のことで、ましてやみんな金かけてるわけなんで、自分が大事な金をかけてくるわけなんで、逆に言ったらそういう気持ちにさせて申し訳ないなというか。慎太郎さん、JJ ありがとうございました。すいません、優勝できた。佐藤が怪我をして苦しい時期に共に戦った同じ福島県出身の後輩、新田雄大。自転車トラック競技日本代表で今競輪界の最前線を走るトップ選手だ。佐藤はこの新田と14年間 LINE を組み、信頼関係も深い盟友である。ただでもやっぱり新田ぐらい強い選手につくとなると、やっぱり新田の足をつけるっていうのは難しいと思うんですけど、それに近いぐらいの脚力はないといけないと思うんで、だからどんだけ新田が本気で踏んでも絶対にちぎれない。それが何回も繰り返されることによって、あ、慎太郎さんは絶対ついてきてくれるから全開で踏んでも大丈夫なんだって新田に思ってもらえるぐらいの足をつけたいですね、俺は。そしたら新田がそんな後ろのことを気にせずにバーンといける。新田にまだ心配をかけている、慎太郎さんついてきてますか、来てるかな、大丈夫かなって新田に心配してもらってると思う、俺は。まだ、うん、ここを新田に心配させないぐらいに強くなりたいね。一番手っ取り早いのは新田の真似するのが一番いいかなと思ってます。日々研究してますよ、新田を。競輪界最強クラスの新田の走りを研究し、新田の背中を追いかけもがき続けた佐藤は、昨年賞金ランキング5位と大躍進。そして長いスランプからようやく抜け出した佐藤は、なんとあの大舞台に帰ってきた。競輪界最大のビッグレース、その年の王者を決める競輪グランプリ、佐藤はここに13年ぶりに返り咲いた。日本代表の脇本雄太や新田雄大も出走、若さあふれそうそうたる強豪選手たちに最年長43歳の佐藤が挑む。優勝賞金1億円、青いユニフォームの佐藤は新田の後ろにしっかりと取り付く。レースは残り1周、前を走るのは脇本、そして盟友新田雄大。最終コーナー、日本を代表するトップ選手たちが全身全霊でもがく。そして勝ったのは佐藤だった。43歳の中年レーサーが日本の頂点に立った。長年がむしゃらに追い続けた新田の背中をこの日追い越した。センキュー、やりましたね。今12月30日でいいんだよな。夢かこれ。29です。今日29か。ありがとう。競輪界の頂点をもがき取った佐藤、そして何よりもこの勝利を届けたかったの。まあ親父も悔しかったんでしょうね、多分。
でこうもう慎太郎はダメだなっていう話も多分耳に入ったりとかもしてたと思うんで、まあもう一回勝つとこを見せたいなっていうふうに自分の中で思ってたんでね、その後にグランプリ勝てたんで、まあ親孝行じゃないけど、ちょっとこう自分もこう嬉しかったけど、ちょっとなんていうか自分のために勝ったというよりは、その自分を応援してくれてた人たちに少しこう恩返しじゃないけど、一緒にこう喜び合えたんじゃないかなというふうに思いましたね。応援してくれる人がいたから走り続けてきた。あの栄光から10ヶ月、今年もグランプリの時期がやってきた。佐藤にとって連覇を狙う今年の競輪グランプリだが、10月の半ばにおいても出場権はまだつかめていない。今年のグランプリ出場権をかけた G1 レースはあと2つ。この大会で優勝すると念願のグランプリ出場が決まる。まあ、G1 残りあと2つなんで、まあ一層一層全力で走るのは当たり前なんですけど、まあ優勝したいなと強く思ってきました。はい。接戦の末見事予選を勝ち抜き迎えた準決勝。このレースで3着以内に入れば決勝戦に行ける。ライバルは日本代表脇本雄太。最後の準決勝が始まりました。行きました。3番脇本、残り2周から動き始めた。2番の清水、それでも3番の脇本が叩き切る。2番の清水は2番手の内側、いや引いての4番手になった。金を迎えていきます。3番脇本、赤番前釜石からの先行です。7番東口はぴったりつけていきました。最後の1周だが佐藤は最後尾。短期5番の浅井は7番手、後方が福島の2人。残り1周を切った2コーナーからバックストレッチです。逃げていますのは3番の脇本です。7番の東口、なかなか一本棒が崩れてこないぞ。最後の直線に入る3番の脇本、7番の東口、しかし3番の脇本寄せつけません。強い。先頭を走る脇本を捉えるどころか最後まで伸びず、結果は7着。グランプリ出場をかけた大事な一戦で決勝の舞台にすら立つことができなかった。まあ悔しいの一言ですね。まあただグランプリに向けてこう終わったわけではないんでね、また明日もレースが明日からも続きますし、気持ち入れ替えて一戦一戦頑張っていくしかないですね。どうしても勝てない。佐藤の賞金ランキングはこの時点で7位。グランプリ出場の条件は9位以内に入ることだが、6位から10位までの差額は600万円以内と熾烈な争いだ。いつ蹴落とされてもおかしくない。友人親王杯の1週間後、未だグランプリ出場が決まらない佐藤を見かねたファンが、どうも応援ありがとうございました、また頑張ります。競輪場の外で待っていた。遅くまでありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。グランプリ待ってます。何が何でも乗りたい。はい、はい、今日6位ぐらいだったでしょ。いやどうでしょうね。まあ何しろ競輪祭までが勝負だと思う。頑張ります。はい、お願いします。どうもありがとうございます。ファンの人本当僕らより詳しいことをいろいろ金網越しにアドバイスくれたりとかするんでバカ野郎でもいいですし、何でもいいんでこう声をかけてほしいですよね。まあ、あの声の大きさっていうのは本当にその競輪を愛する気持ちだと思うんですよ。うん、俺ね一レースで200回ぐらいスケベ野郎って言われたことがあるんですよ。おい佐藤スケベ野郎、スケベ野郎、スケベ野郎ってずっと言ってるんですよね。帰りの電車賃がないとかね、朝から何も食ってねえんだよとか、
お前が頑張んねえと飯が食えねえんだよとかっていう人もいますし、まあだからそういう思いをこう背負って走るんだなと思うと本当にこう面白いし、その言葉っていうのもすごく深みがあるし、どんどんやじってもらいたい。はい。ファンの期待に応えるには勝つしかない。そのための新たなトレーニングを昨年から始めた。アプリケーションを使ったトレーニングだ。走る距離やコースを設定し、心拍数などをリアルタイムで読み込みながら、なんと40分間もの長時間マシンを漕ぎ続ける。今日のメニューは最大酸素摂取量、そのメニューですね。はい。年を重ねるごとに筋肉は持久力が低下するという。その持久力を高めること一点に的を絞った過酷なトレーニングだ。20分が経過、一心不乱にマシンを漕ぐ。休憩も取らず会話もなくなった。ペダルを漕ぐ機械音と激しい息遣いだけが響き渡る。もがき苦しむ佐藤を見かねたスタッフから言葉が漏れた。なんでここまで苦しいトレーニングやるんですか？え？なんで？なんでって、勝ちたいからだな、やっぱり。勝ちたいよね。勝つと嬉しいもんね。自分も嬉しいし、応援してくれてる人、みんな喜んでくれるでしょ。それが嬉しいよね。あんなおっさんでも頑張ってんだから、俺も頑張んなきゃっていうふうにね、思ってもらえたらそれはそれでいいし。最近はね、選手だけじゃなくてもアラフォーの星とか言われてるからね。まあちょっとそういう姿、励みになるって言ってくれる人もいるんで、諦めずにやっていけたらいいっすね。勝ちたい。ただ目の前の一勝が欲しい。そして応援してくれている全ての人に応えるため、もがく。グランプリまであと2ヶ月。佐藤選手、今の時点でまだ確定は出てません。出たい。もちろん出たい。出たい。出たい。ラストチャンス。ラストチャンスだと思ってます。もう肉体的にも精神的にも今以上追い込む練習はできない。今の練習をどこまでキープできるか、これ以上数段強くなるっていうのは無理なんで、ちょっとずつしか積み重ねらんないんで、あとは気持ちだけいっても体がついてこないとね、どうしようもないんで、もう体の限界が近づいてるような気がします。そんなことねえか、気の持ちようだね。精神力で食らいついていってる状態です。まあそれが持ち味だから、それでどこまでいけるか、自分で自分にチャレンジしていきますよ。佐藤は40分間ペダルを漕ぎ続けた。沖縄での撮影を終えた1週間後、佐藤は四日市でのレースに臨んだ。この時点ではまだグランプリへの出場は決まっていない。ここで何としても優勝しグランプリに近づきたい。
佐藤にとって運命のレースがスタート。この日佐藤は信頼のおける関東地区所属の平原康太とラインを組んだ。レースは残り2周から動いた。ジャンを合図にピンクの宿口、そして平原に続いて佐藤がスピードを上げた。3コーナーで宿口が失速。佐藤は平原の後ろにしっかりと取り付き、最後の直線、佐藤が先頭でゴールラインを駆け抜けた。今年まだ一度も優勝していない男が栄冠を手にした。お客さんすごく応援してくれてましたし、慎太郎慎太郎って言ってくれたんでね、期待に応えられて本当嬉しいですね。いや本当今日なんか自分の力っていうよりは宿主と平原が頑張ってくれて、今度地区が違うんだけどこれでグランプリ見えましたねなんて平原がゴールも言ってくれてね、本当に泣きそうです。いやいやいや100万点と嘘が聞いてわかるじゃないですか。そここれで賞金ランキングは5位に浮上。その後、今年最後の G1 レース競輪祭でも賞金を上積みし、2年連続でのグランプリ出場を決めた。どうした？お疲れ様でした。どうもでした。まずはグランプリ確定おめでとうございます。ありがとうございます。もうほっとしました。ほっとしました。うん、今までやってこなかったトレーニングをまああれだけじゃなくてね、いろんなことを取り入れた結果、まあ少しこう脚力が上がったのかなと思います。まあね、肉体的にはもう本当に限界に近いと思うんですけど、まあ、気持ちだけどうにか保ってね、その精神力が肉体を上回るような感じでいければいいかなと思ってます。スキンケア大切です。44歳最強の中年レーサーの朝は、今日も酸性水の洗顔とプロテインから始まる。そして極限まで筋肉をいじめ抜く。毎日これの繰り返し。ナンバーズ佐藤慎太郎が今思うこと。もうそこのスタートラインに立ってるんでね、もちろん連覇目指して、そのために何をすればいいかっていうのを一歩ずつ考えながらやっていきたいと思います。乾杯。どうやら今年のグランプリも大暴れしそうだ。うん、うまい。